こんにちは、ゆるのりです。今日はですね、ホンダのディーラーさんでこの車借りてきました。シビック EHEV クリスタルレッドパールかな。いやかっこいい。僕はね、でこのシビックのね EX の CVT モデル乗ってるんですけども、もうこの EHEV に乗り換え検討しててね、今日ねちょっと見積もり出してもらって、これその間ねちょっと試乗させてもらってるんですよ。この前ねちょっとホンダエブリゴーでもね半日借りたんですけどね、まあまたねちょっとおかわり試乗って感じですね、クリスタルレッドパールもいいな。これフロントロアスカートボディ同色じゃなくてブラックのやつつけてますね。僕もこのねブラックのフロントロアスカートつけてるんですよ。かっこいいですよね。黒のがかっこいいと思うんだけど、ボディ同色も選べます、でね、EHEV は普通ここが青なんですよね。だけどこれなんかオプションでなんか黒くしてますね。これは変えてますよ。あら、本当にかっこいい。ドアミラーが黒っていうのがいいよね。なんかやっぱりすごい塗装が重厚だな、このレッド。これ有料色で、高い有料色なんですよね。ここがね黒なんですよね。だからツートンになってるんですよ。あら、赤もいいね。光の加減でねちょっと印象が変わる赤なんですよねこれね。もうこれもあれだね、僕もそうなんですけど、フロントロアスカートつけてるのにこのリアウィングつけてないやつですね。ちょっとレアなんですけどね。だいたいフロントロアスカートつけてる人ってここもつけてるんですよ。リアスポイラーこれつけてない。ここも黒になってる。やっぱりシビックいいなマイカーとして使ってるんですけどね。 EHEV 乗った印象はね、この後ちょっとドライブ、僕がいつも乗ってる市場っていうか、いつも走ってるコースでねちょっと乗り味を比較してみたかったんでね。ちなみにタイヤも違いますよ。ミシュランのパイロットスポーツ4になってます。僕が乗ってるのはグッドイヤーのタイヤなんですけどね、タイヤが違います。いやーかっこいいですよ、ほんとシビック本当いいよね。この現行シビックかっこいい、ほんとこの斜めから見た姿が本当にいい。内装は本当同じですね。ここのシフトレバーがなくて、ここボタン式になってます。これちょっと慣れないとちょっと本当違和感ありますねこれね、バックスとかに。内装も質感高いですね。やっぱりお値段相応に質感がいいです、本当。じゃあちょっと走ってね、いつ僕が乗ってるガソリンシビックと同じコースでどう乗り心地が違ってるかとか、フィールが違うかっていうのを話していきたいと思います。 EHEV シビック最高ですね、ほんと。これはもうね、めっちゃ速いし、それでいて乗り心地がもう素晴らしい。いやこれはね、いつも走り慣れてるコースで比べるともう本当に乗り心地が違うんだなって感じる。もうこれはねちょっとずるいな、これ後出しじゃんけんでこんだけよくしちゃってんだから、ちょっとガソリンを買った人はねあんまり乗らない方がいいと思う、 EHEV シビック。もうそれだったらもうタイプ R でも申し込んでおいた方がいいよ。この EHEV シビックはね、乗り心地極上の上に速くて気持ちがいいっていう、これいつ何時でもこれスポーツモードがいいと思う。とにかくアクセル踏んだ時の音がもう癖になるから、もう燃費とかはねこれスポーツモードにしてたってそこそこいいですよきっと。だからもうこれスポーツモードで固定でいいんじゃないですか。それもしくはインディビジュアルでもそのエンジンフィールはもうスポーツっていうのにしとけば、全然一般道でもねつい
信号とかでね青になった時にブラッと踏み込んだ時の気持ちよさが味わえる。やば、これやばいな、これほんとゆるのりのキャラ崩壊するわ。あららららら、あ、全然でもコーナーでももう踏ん張りが効くからね、すごい、まあ危険な感じしないですよ。もうスポーツカーって結構あれなんですよね、ブレーキもよく効くしね、もう本当は非常に安全な車なんですけども、まあ、つい無理しちゃうっていうのが事故の原因になるんでね。いやこれはすごいな。ただまあガソリンシビックの方がちょっとあの警戒感はありますよね。あのフロントがキュッキュッて曲がっていく感じはするんですけどね。でもまあこれでもうすごくいいですね。やばいなこれ、本当にこれはやばい。うわーこれね、本当限界性能が高いコーナーリングでの、まああの今のガソリンシビックも本当にコーナーリング性能が高いなっていうのを感じますけど、この EHEV シビックはさらにね、なんか加速力の瞬発力が上回ってて、すごいスポーティーな感覚ですね。ハイブリッド車でも大人スポーティー、乗り心地がもうとにかくいい。突き上げ感が本当に良くなってるな、これうねりとかその強い段差の時の後のね、あのボディの戻りが早いし、まあガソリン車もいいですよね。でもね、あのあまりにもちょっとあのこのハイブリッド車っていうのは静けさがありすぎるっていうのかな、あのガソリン車のね遠くでエンジンが回ってる感じもすごく落ち着くんですよね。ゆっくり走ってる時でもガソリンエンジンが回ってるのがね、遠くで静かに聞こえてくるのがね心地いいっていうか落ち着く感じあるんですけど、これはちょっとあまりにも静寂感があるんで、ちょっと逆に違和感がありますね。まあそういうふうに感じちゃうぐらい静かですね。まああのより機械感っていうかな、そのレトロ感っていうか、ノスタルジーというか、そういうのを感じたい人はやっぱりガソリン車がいいかもしれないですけどね。味わいがあるんですよね、やっぱり僕が乗ってるガソリンシビックも 1.5 リットルターボがね頑張って動いてるところが今ね SUV 人気ですけどもね、まあ、こういう車もぜひ乗ってもらいたいな。こういうのシビックみたいに背が低くてね、地を這うように地面に吸い付いて走るような車を一日乗ってもらえば、車ってすごい、走らせる楽しみがあるんだなってもっと感じると思う。まあ、SUV もね最近走りはいいでしょうけど、やっぱり僕ね今ねこのシビック乗っててね、改めて背が低い車ってすごい走りに有利なんだなっていうのをすごく感じるからね。まあもちろん燃費にもいいでしょ、風の抵抗を受けないし、やっぱ背が低くて地面にね近いっていうのはもうすごいやっぱり曲がるのとかにも有利ですよ。もうそれはもう言うまでもないですよね。だからやっぱり走りが気持ちがいいんですよ。それでまああのホンダのねエンジン、まあこれはハイブリッドですけども、そういうのがあのついてるっていうことでもう最高ですよ。もう
だから SUV 一辺倒じゃなくてね、こういう車もぜひ候補に入れてもらいたいな。もう走りの質感は明らかに SUV もワンランクもツーランクも上ですよ。もう走りの緻密感とかね、繊細な感覚っていうの、そういうのがもう全然違う。いくら SUV がね良くなったとしても、まあ、だから最近の SUV はちょっと背が低くなってきてますもんね。そういうのを分かってきてか、クロスオーバー SUV とか言ってね、もうそういうのに乗るんだったらもういっそのことこのシビックみたいなスポーツセダン、ハッチバックとか選んだ方がいいと思うんだけどな。もう荷物もたくさん乗るしね、もう大抵のところはこの車で行けますよ。まあそんなね、めちゃくちゃオフロードとかものすごい雪道はちょっと難しいかもしれないけど、まあ十分走らせられますよ。まあそんなわけでね、シビックの良さが伝わればいいかなと思ってます。では失礼します。さよなら。